皆さんこんにちは。ヤクルト健康教室、今日は第10弾、食中毒のお話を今日もしていきますよ。皆さん覚えてますか？前回の時、家庭でできる食中毒予防の6つのポイントをお話ししましたね。簡単におさらいしていきましょう。ではそのポイント1、食品の購入。2、家庭での保存。3、調理の下準備。4、調理。5、食事。6、残った食品の保存。皆さんこのポイント覚えてますか？さあ、では今日はこちらのお話、食中毒細菌を防ぐ3原則についてね、お話ししていきましょう。これも厚生労働省が推奨しています。原則、簡単に言うとね、人がね、生きていく中でのこう基本的な規則です。一緒ですね。じゃあお勉強していきましょう。さあ、一つ目ですよ。まずつけないこと。これは洗うことと分けることになります。洗うことっていうのはもちろん手を洗うっていうのもそうですね。あと調理に使う調理器具も洗うっていうことももちろんです。あとね、食材でもお野菜を洗うっていうのもね、一つですよね。そして生鮮食品のお肉とかお魚、調理した後、まな板とかね、包丁、きれいに洗ったら熱湯かけておくっていうのもね、一つのポイントです。そして分けること。これはね、もう生で使うものと火を通すもの、これ分けるっていうのは当たり前なんですけど、これを使う、こう調理器具、菜箸なんかも分けましょうねっていうことなんですね。そして保存する時も密閉容器とかラップを使って分けて保存をしましょう。さあ、そして2つ目です。増やさないこと。細菌のほとんどは温度10度以下で、細菌の増殖というのがすごくスピードがゆっくりになるんですね。さあ、ここで食中毒クイズ第1弾いっちゃいます。今10度以下で細菌の増殖スピードゆっくりになりますよって言いました。ではその増殖を停止する温度、何度だと思いますか？答えはね、2択なんですよ。はい、1番0度以下、2番マイナス15度以下、どっちだと思いますか？ヒントはこの子です。冷たい、寒いですよ。はい、考えてね。ティッティッティー、答えはそう、マイナス15度以下なんです。すっごいよくわかりましたね。そうなんです、マイナス15度以下で細菌の増殖というのは停止するんですけど、さっき言いました10度以下、冷蔵庫の温度ですよね。その中では増殖はゆっくりですけど進んでるんです。だから冷蔵庫に保存するお惣菜とか食材、なるべく早く食べる方がいいと思います。さあ、そして3つ目ですね。やっつけること。これはもう加熱することなんです。ほとんどの細菌、ウイルス、これは加熱することによってね、死滅するんです。目安はこの中心部の温度がだいたい75度以上で1分以上です。そしてね、この調理した後、こういうフライパンなんかもね、きれいに洗って熱湯をかけておく、それがね、ポイントなんですよね。はい、今まで私、食中毒細菌の三原則っていうものをお話してきましたね。あれ、ウイルスは？って思いません？そうなんですよ。ウイルスというのは実はこの三原則のうちの増やさないことっていうものにはね、当てはまらないんです。どうしてかっていうと、食品の中ではね、ウイルスはね、増えないからなんです。ですからね、じゃーん、もう食中毒クイズで第2弾いっちゃいます。ここでウイルスによる食中毒予防4原則お話します。持ち込まない、つけない、やっつける。ではあと一つは何でしょうか？これもね、2択なんですよね。1番残
こさない、2番広げない。これちょっと難しいけど、でも今回ノーヒントでいっちゃいます。考えてくださいね。ティッティッティーン。はい、答えはそう、広げないなんですよ。できました、当たった、大正解。すごいすごいすごい、ノーヒントなのにすごいですね。そう、残さないというのもね、考えられるんですけど、ここで言う4原則の一つは広げないなんです。さあ、持ち込まない、これはもう外から持ち込まない、ご家庭でもそうです。例えば食堂なんかのね、調理場なんかもそうです。そしてその一つのポイントとして、自分の健康管理ですね、それ考えられます。気をつけてください。そして広げないというのは、その空間、生活空間、清潔に保つ、ね、消毒をする、これも大切なことなんですよね。さあ、今までね、食中毒に、食中毒、細菌による食中毒予防の3原則、そしてウイルスによる食中毒予防の4原則お話ししてきました。ぜひぜひ気をつけてね、日常生活の中でね、心がけてやってみてくださいね。次はね、皆さん、こちら食中毒と排便習慣、これについてね、お話しするんですけど、え、関係あるの？って思うかもしれません。でもね、すっごい深い関係があるんですよ。これについてお話していきましょう。これ見たことありますか？見たことあんまりないですよね。ごめん。腸管出血性大腸菌 O157、 実はこんな形なんですね。これは冷凍庫の冷気の中、そして体内の強い胃酸の中でも生き残ってね、腸に対してベロ毒素というね、強い毒素を出すね、作るね、こう恐ろしい細菌なんですよね。聞いたことはありますよね。さあ、皆さん、このグラフちょっと見てください。これは食中毒の疑いでね、入院した小学生250名ちょっとで調査したものなんです。1日1回以上排便ある子は、1日1回未満の子に対して、ね、こう血便少なかったり無症状が多かったりという、こういう結果がね、現れてるんですね。そして次のグラフを見てください。これは腸管出血性大腸菌 O157 の陽性患者のうちのね、排便回数1日1回以上ある人、1日1回未満の人に対して血便少なかったり無症状が多かったりっていう結果現れてるんですね。これは腸内にとどまる食中毒細菌、それがね、それを体外に排出するのを排便がね、助けたって考えられって言われてるんですね。皆さん、排便っていうのはね、ほんと大変大切なんですよね。排便習慣をつけるっていうことがね、大切なんです。排便習慣をつけることもね、その大きな要因なんだと思います。そう、乳酸菌なんですね。乳酸菌っていうのは、その排便習慣ね、これ期待できますね。そして腸の中の善玉菌を増やして悪玉菌を、そして腸内環境を整えてくれるっていうこともね、してくれるんですよね。さあ、皆さん、ここでポイントのまとめいきますよ。はい、細菌による食中毒予防の3原則、つけない、増やさない、やっつける、そしてウイルスによる食中毒予防の4原則、持ち込まない、広げない、つけない、やっつける、そして腸内環境を整える、善玉菌を増やして腸内環境を整えてね、毎日の排便習慣をつけるようにする、これ大切です。これをね、ぜひぜひ心がけて行うようにね、やるようにしてください。はい、の健康教室、これで終わりになる前に、じゃーん、ちょっとね、これもね、
ポイントの一つとして覚えておいてください。 O157、 これ逆から読むと75度以上で1分以上加熱しましょう。ね、ちょっと面白いですよね。はい、じゃあ今日はこれで終わりになります。ありがとうございました。